どうも伊藤美久です。はい、私テレビアニメ白い砂のアクアトープにて岬のククロを演じております。さて今回はなんとこちら横浜八景島シーパラダイスさんに来ております。はい、まあね、あの白い砂のアクアトープは水族館がこうテーマになっているということで、こちらはですね、海、島、生き物のテーマパーク。私は知らなかったんですが、八景島の入島料って無料らしいです。ぜひ気軽に散歩とか来てみてもいいみたいですね。そしてそんな中、今回お世話になるのはもちろん水族館です。はい、白い砂のアクアトープは水族館、ガマガマ水族館という沖縄の小さな水族館がテーマになっているこうお話なので、はい、私自身は水族館すごく久しぶりです。小さい頃は行ってたんですけど、最近やっぱり大人になってからなかなか来る機会がなかったので、今日とっても楽しみにしていました。そして今回はこちらにお邪魔して何をするかと言いますと、飼育員体験です。わあ、なんだかちょっと緊張するんですけれども、こう皆さんのお仕事の合間にこう少しだけお手伝いさせていただいて、邪魔にならないようにちょっと頑張っていきたいなと思っています。私あんまペットとか飼ったことないんで、こうどうやってお世話したらいいのか、それも海の生き物ということでわからないことがたくさんあるんですけれども、頑張っていきたいと思います。それでは早速最初の場所に行ってみましょう。ということで早速移動してまいりました。こちらがふれあいラグーンの入り口でございます。ふれあいラグーンはですね、横浜八景島シーパラダイスの中で海の生き物たちと心と心のコミュニケーションが取れる素敵な場所だそうです。はい、一体どんな生き物がいるんでしょうか。とっても楽しみです。そして早速もう見てわかる通り着替えてきました。これ多分実際に飼育員さんたちが着ているユニフォームと同じものを用意していただきまして、いかがでしょうか。もうなんかもうすでにこれ着ただけでテンションが上がっているというか、もう飼育員の気持ちにすごくなっています。ちょっと緊張もするんですけれども、楽しく触れ合えたらなと思っています。頑張ります。ここがふれあいラグーンのケープペンギンたちのお部屋になります。ケープペンギンのお部屋、ここにはですね25羽のケープペンギンたちがいるんですが、今ちょっと目の前にちらほらいるんですが、奥見てもらうとね、もう泳いでるペンギンたちもね、たくさんおります。かわいい。ではですね、ちょっとまずこの後触れ合ってもらうんですけど、はい、ご飯もあげてもらいたいので、まずはそのご飯を作りに一緒に行ってもらいたいと思います。わかりました。大事な作業ですね。そうですね、では行きましょう。頑張ります。では掃除を始めていきたいと思います。はい、お魚の使えるお魚と使えないお魚の選別をしていきたいと思いますので、はい、こういうのとかお腹の締まりがないものはあげれないので、こっちにダメなお魚、はい、こっちに使えるお魚を分けていきたいと思います。これもダメな、そうですね、ブヨブヨのお魚だったり、まあ、目の充血があったりするものもあげれません。あと、まあ、ちぎれているものもね、あげれないので、4尾ちょっと選別をお願いします。この中にダメな子がいる、いるかな、いますか、触ってどうですか、閉まってます、ちょっとよい、ちょっとほにゃほにゃってしてるけど、でもいけそう。動物たちにビタミンをね、あげております。なので、その大事なお薬詰めも一緒にやってもらいたいと思います。で、ちょっと薬を準備しますね。はい、この工程は結構アニメでも出てきた大事なシーンでもあるので、実際にできるのがすごく楽しみであり、ドキドキします。ちょっと開けていただいて、ここに薬を一粒詰めます。で、私も小さい時ゼリーとかに忍ばされて、そうです、そうです、飲んでました。動物たちは、ね、大好きな大好物のお魚に入れていきます。ではですね、こんなところでお薬たくさん詰めてもらったので、はい、ここからはこのしっかり詰めたお魚たちをペンギンたちにあげに行きたいと思います。これで調子は終了になるので、給餌に行きたいと思います。では頑張ります。行きましょう。まだいる。やった。
ですね、調理したお魚を持ってきたので見てください。バケツを持ってきたのでお腹を空いているペンギンたちが集まってきました。1羽に1尾ずつあげてもらいたいと思うんですけど、はい、どうやってこの見分けてるかって言いますと、ペンギンたちこの翼を使って泳いでいるんですが、翼の部分よく見てもらうと1羽ずつカラーバンドをつけてるの分かりますか？何羽かちょっとついてないペンギンもいるんですが、この色がみんな違いまして、この色で個体識別行っているので、ちょっとしっかりね、今いっぱい来たんですが1尾ずつあげてもらいたいと思うので、続いて給餌、はい、ご飯をね、あげる作業を行っていきたいと思います。ちょっといっぱい見てますがどうしようかないっぱい見てる。じゃあ私がね、守っているので、こちらの麦くんにあげてもらいたいと思います。おいしいです、バッチリ麦くん食べました。麦くん美味しかった？美味しかった、もっと欲しいみたいな。もうキミくんあげたからね、待って。目の前のキミくんは食べましたので、あなたも食べたでしょ。ナスビくんにいけるかな。モミジちゃんが食べました。何ちゃんですか？モミジちゃんです。モミジちゃん、ちょっと横取りしないでください。何もしてないみたいな顔して、すごい満足げな表情しておりますね。キキちゃんと、はい、キキちゃんと白い方がカンくんです。じゃあ1尾ずつまずキキちゃんにあげれますか？はい、キキちゃん。キキちゃんごめん、カンちゃんが食べた。キキちゃんごめん、あ、ごめん。すごいね、ガッツキがすごいんです。そしてみんな上がってきてしまいました。じゃあナスビくんあげれますか？じゃあナスビくんどうぞ。おー、バッチしました。しっかり次はね、ナスビくんにあげることができました。美味しかったかな？美味しかったかな。ではしっかりね、ご飯あげてもらったので、はい、続いてちょっとお部屋が汚れてきたのでお掃除手伝ってもらいたいと思います。分かりました。じゃあちょっとデッキブラシを準備しますね。それではですね、はい、ちょっとお部屋をね、掃除してもらいたいんですが、地面見てもらったら、この緑色のがペンギンたちのうんち、そして、ちょっと混ざっている、ここにある白いのがペンギンたちのおしっこです。ペンギンたちトイレとか決まっていませんので、はい、したくなったらどこでもしちゃいますので、なるほど。結構お部屋が汚くなるので、うんうん、1日朝晩2回のお掃除をしているんですが、まだ朝がね、できてないので、ちょっと一緒に手伝ってもらいたいと思います。はい、結構ね、力がいるんですね。いや、力いりますね。いりますよね。結構これね、こべりついてしまう。そうなんです。乾燥してくるとすごい落ちにくくて。よいしょ。お、だいぶ綺麗になってきましたね。でもみんないい子にしてますね。そうですね、お掃除中そんなに邪魔はね、してこないんですが、たまにね、遊んでほしくて飼育員さんにね、構いに来るペンギンたちもいます。じゃあ最後ちょっと一緒に、いいですね、いいですね。よしよし。あー、結構腕がこれ力結構いりますよね。この女性飼育員さんは、そうなんです、女性が多いので結構力仕事もね、大変なんです。よいしょ。よいしょ。で、ちょっと排水口の方にね、最後流していきたいと思います。よいしょ。OK ですかね。よいしょ。では綺麗になったので、はい、こちらで掃除は終了なので、はい、最後頑張ってもらったのでペンギンたちと触れ合ってもらいたいと思うので、今から触ってもらいたいと思います。はい、でちょっとこれ片付けてきますね。ありがとうございます。みんなどうかな、綺麗になったかな。いいよ、もうではですね、すごいまーちゃんが触ってほしそうなので、まずちょっとまーちゃんに触れ合ってもらいたいと思います。はい、まーちゃんはですね、とっても飼育員さんのことが大好きなペンギンさんで、この鳴き声すごい頑張ってアピールしてるように見えませんか？これ求愛行動なんですね。そうなんです、求愛されちゃってるんですね。慣れて慣れてって言ってくれてるので、ちょっとまずはまーちゃん触ってもらいたいと思います。いいですか？あ、集まってきました。じゃあここのお背中どうぞ。わー、ペンギンたちは羽が生えております。なんですけど、海で泳いでいると海のお水、海水なので、うん、私たちの髪の毛みたいにこの羽が傷んできてしまうんですね。なので1年に1回全身の羽を生え替えるのも特徴です。あー、そうだ。でですね、夏に生え替えるんですが、後ろを見てください。あ、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。
なんと今日羽が生え変わったふわふわのカンちゃんがいるので、ではこのふわふわのカンちゃんにも触ってもらいたいと思います。まあ確かにもう羽が、そうなんです、まだね新しい羽が生え変わり途中なんですが、ここ抜けてるのどうぞ。あ、ふわふわ、全然違いますよね。ふわふわ、そうなんです、つるつる。ではですね、はい、こちらでペンギンたちの飼育員体験は終了になります。どうでしたか？はい、めちゃくちゃ貴重な体験ができて、やっぱり白い砂のアクアトープといえばペンギンがたくさん出てくるので触れ合えてとっても楽しかったです。ありがとうございました。ぜひですね、またあのプライベートでも八景島に遊びに来てください。遊びに来るよ、ありがとうまた会おうね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、伊藤美久です。前回はペンギンさんのお仕事をお手伝いさせていただいたんですけれども、今回は同じくふれあいラグーンより白イルカさんのお手伝いをするみたいです。頑張ります。ということで今回お世話になる飼育員さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。イルカの担当をしております加藤香と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。フレアラグにはバンドイルカと白イルカっていうイルカクジラたちが暮らしているんですけど、はい、今こういう感じで胴長靴を履いていただいておりますが、私も来ました。はい、イルカたちが暮らしているプールに入って一緒に腰まで水中に入ってイルカさんを触ったりとか、あとはサインを出して遊べるプログラムなんかがフレアラグでは行います。あ、じゃあ触れるんですね。はい、はい、そうです。今から触っていただきます。ドキドキしますが、はい、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。あー、来た来たの、でかっこんなに大きいんだ。はい、それではご紹介していただきます。白イルカの女の子パララちゃんです。よろしくお願いします。かわいい。さあ、じゃあですね、早速白イルカさんに触っていただきたいと思います、はい。パララちゃんのおでこをプル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 触ってください、いいですか？どうぞ。プルプルプルめっちゃ弾力がすごいです。はい、それでは白イルカの体を触りながら、はい、ちょっと健康チェックもやっていきたいと思います。体に傷がないかっていう、ね、チェックをします。こういうの触りながら行うんですね。どうぞ。いいですか？はい。すべすべ。そうなんです、まあ、パッと見ただけでも、まあ、大きな傷だったら分かるんですけど、実際にこうやって触ってみて、まあ、例えばむくんでるところがないかなとか、あとはこすると赤が出てくるんですけど、この赤がねしっかりね出てるかなとか、そういうところもね触ってみて確認をします。はい、でこんな風にやっと持たせてくれるんですけど、やっぱリラックスしてないとね、ここまで持たせてくれません。そうなんですね、はい、すごくお利口ですね。はい、かなり信頼してくれてるみたいですね、うん、かなり力抜けております。嬉しい、ありがとう、はい、あっちのカメラにすごいアピールしてるサービス上旺盛ですねで、お口の中ちょっと触っていただきますね。歯がね、たくさん生えてるんですけれども、30本から40本ぐらい生えてます。じゃあちょっと信頼していただいて触ってください。どうぞ。どこまで触っていいんですか？結構奥の方まで触っていただいて。わあ、すごい。暖かいの分かりました？暖かいです。ちゃんと体温も体温も感じました、はい、どうぞどうぞ。歯もしっかりあるね。そうなんです、歯も抜けてないかなっていうチェックもします、うん。で、こうやっていっぱい触らせてくれたので、ちゃんとね、今度はご飯食べるかなっていうチェックします。ご飯見てください。これ、あ、美味しそうじゃないですか。これ何か分かりますか？私これアニメの方で見ました。アジ？あ、サバです。サバだ。はい、残念です。アジはこちらですね。アジもあった、よかった。アジもあった、はい、これをちょっとね、じゃあご飯あげていただくんですけれども、はい、頭の方からこうやって落としてあげてください。はい、はい、なんでかというとトゲが生えてるんですね。あ、本当だ。はい、これを下から食べちゃうと喉に詰まってしまうので、つるっとした頭の方から優しくあげていただきます。これすごく実はもうめっちゃなんか、はい、軽々っていうか、はい、スッと やられてましたけど、はい、これ大変です ね、 ですね。反対にもししちゃった時。そうです、まあ、ちょっと反対にしても加え直してはくれるんですけど、まあ、食べやすいようになるべく頭から、はい、あげております。じゃあサバあげてみましょう。いいですか？はい、はい、どうぞ。
あ、オッケーオッケー、マジで。じゃあアジも行きましょうか。よいしょ、アジです。はい、どうぞ。はい、すごい飲み込みが飲み込むのがそうなんです、スルッと、はい、もうなくなっちゃいますね。本当はもうない、はい、この噛み砕いてしまうと栄養が逃げていってしまうので、噛み砕かずに全部栄養も丸飲みするんですね。はい、であと最後ホッケですね、はい、ホッケいろんなもの食べてます。ホッケも美味しいよね、はい今パララちゃんで26キロぐらい1日食べてます。あ、はい、そうなんだ、そんなに。はい、食べていてちゃんとだいたい均等に1日なるようにして、はい、与えています。時間も分けて。そうですね、で同じお魚だと栄養が偏ってしまうので、いろんな種類のお魚をこう混ぜながら。なるほど、はい、これパララちゃん専用のメニューになってます。わ、もう欲しい欲しいって。どうぞどうぞじゃあまたあげていただいて。はい、よかったね。よかったね、美味しかった。かわいい。さあ、それではさらにシロイルカと距離を縮めてみましょう。はい、頑張ります。お願いします。はい、それではサイン出しに挑戦してみましょう。サイン出し、はい、お願いします。うん、もう分かるんですね、サインで。分かります。私たちのサインじゃなくてもちゃんと答えることができるので、それを証明したいと思います。嬉しい。はい、まずはじゃあ泣きのサインやっていきます。はい、右手1本出していただいて、上から下にえいと振り下げます。うん、あ、そうです、バッチリです。ではせーのでいきましょう。はい、いきます、せーの、えい。あー、バッチリです。しっかり答えてくれました。白い形いろんな音出せるので、もうちょっとやってみましょうか。今度は右手を左肩に当てます。せーので横に開きます。はい、いきますよ、せーの、はい。バッチリで低めの声がじゃあちょっと最後ですね、ビッグジャンプやっていきます。え、ジャンプもできるんですね、私でも。できます。チョキ出していただいて、はい、下げます。で、もう一回出します。はい、これ素早くやっていただくのがポイントです。はい、せーの、下げて出す。そうです。わー、いきますよ、よいしょ。わー、オーケー、しっかり決まりました。すごい、バッチリです。より、たくさんね、褒めてあげてください。ありがとう。ね、じゃあさ、バイバイする前にちょっとね、一個プレゼントですね。プレゼント、パートナー記念に一枚ね、いきますよ。はい、左ほっぺ見せて、はい、かわいい、すごいしてくれる。長めのキッスでした。 ありがとうございます。ありがとうございました。女の子同士だもんね、ね、ね、ね友情ですね。はい、ではじゃあゆっくり上がりましょう。はい、わー、え、めっちゃ可愛かった。すごい可愛かった。はい、ということでペンギンさんとシロイルカさんと触れ合ってきたんですけれども、こうペンギンさんの方はですね、こう餌の方の長寿の方もさせていただいて、こうアニメの方で見てたりこう演じたりしてるのと、やっぱ実際にやるのとは全然違くて、実際にビタミン剤とかこう入れたりするの、一個一個やっぱすごく愛情が、その餌をあげた時の想像しながら愛情が湧くなっていう風にすごく思いましたし、みんな人懐っこくて来てくれて嬉しかったです。あとシロイルカの方はですね、サインも出させていただいて、それがすごい楽しかったりとか、あと自分のサインでちゃんとジャンプしてくれたり、バイバイってしてくれたのがとっても楽しかったので、早くまた会いに行きたいなと思いました。すごく動物たちとの距離が縮まったと思います。ということで、続いてはアクアミュージアムに行きたいと思います。次回をお楽しみに。こんにちは、伊藤美久です。前回はふれあいラグーンでペンギンさんとかシロイルカさんと触れ合ったんですけれども、はい、そして今回はこちらアクアミュージアムにて飼育員さんのお仕事を体験できればと思っています。それでは
こう紹介してくれる飼育員さんを呼びたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小林です。伊藤美久です。よろしくお願いします。どんなお仕事をされてるんですか？私魚類を担当してまして、うん、魚類の中でも、タツノオトシゴとかサメとかを担当してるんですけど、担当水槽の、給餌とか、うん、掃除とかをメインにやってます。おすごい楽しみです。私は何ができるのかちょっと、はい、じゃあ早速、はい、大水槽の方に行きましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。クリオネってもっと大きいのかと思ってました。これぐらい。そんなですか？なんかゲームとかで釣りとかした時にそうですね、確かにこうやって持ちますよね。そう、こうやって持った時にもっと大きいのかと思ってた。実際は本当に数センチぐらいしかないんです、ね。大人ですか？これでもう立派な大人です。ちっちゃい。すごい。こちらが大水槽です。これからイワシイリュージョンが始まるそうです。すごかったです。ありがとうございます。大きい魚に見える時もあったり、うん、何匹もの魚に見える時もあったり、すごく綺麗でこう感動したんですけど、はい、あれはどうやって動いているんですか？それがですね、秘密がありまして、はい、水槽の中に餌が出る配管がいくつか設置してありまして、そこから、そうです、そこから順番にこう餌が出てくることによってイワシたちがこう水槽の中を動くようになってます。でこのやっぱりイワシイリュージョンを行うにあたって水質管理っていうのがものすごく大事になってくるんですけど、もしよかったらこの後水質の検査とかをやっていただこうと思うんですけど、あ、裏側の仕事もいいんですか？はい、ぜひお願いします。はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。どうもこんにちは、水処理、水の水質を担当しております倉持と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今から、はい、お魚たちの水質を管理していきます。はい、ここにあるのが、今水温と pH といってアルカリ、プールの水の中のアルカリがどのぐらい、アルカリ性がどのぐらいあるかっていうのを確認していきます。じゃあ階段ですので気をつけてください。はい、わすごい、ここすごいですね、こんなところ。そうですね、来たの初めて。はい、ゆっくり来てください。ちょっと揺れますので気をつけてください。はい、はい、そうするとここに数字が出てくると思います。なるほど、 7.3? そうですね、 7.36 っていうのが、このプールの、アルカリ性度 pH 値を表してます。それが pH 値、はい、でそしてその上に、20.9 って書いてあるのが、今のこのプールの水温です。はい、ちょうどですね、この水温がちょうど適正ですね。今ここにいる子たちは、太平洋にいる子たちですので、ちょうどこのぐらいの暖かい海にいるお魚さんたちですので、20.8 度でちょうどぴったり大丈夫ですね。なるほど、生き物たちによって水温もこう、はい、上がったり下がったりするってことですね。そうですね、その生き物の、住んでいる場所に合わせて水温を毎回調節してます。はい、はい、これをもちまして裏の作業は以上になります。はい、いかがでしたか？いや、本当にすごく細かい作業が多いなって思って、数値測ったりとかこう面倒を見たりとかっていうのが、なのでなんか生き物を育てるのって大変なんだなってすごいバックヤードに来て思いました。 ありがとうございます、はい、そうですね、表だけじゃなく、うん、表よりも裏の方が結構大事だったりしますので、はい、ちょっとそれが分かっていただけて嬉しかったです。ありがとうございます、はい、お忙しい中ありがとうございました。はい、以上をもちましてこれで最後になります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
はい、伊藤美久です。ということで全ての体験が終了しました。はい、やってみてですね、もう本当に飼育員さんのお仕事はやっぱり生き物を扱うということで大変なこととかこうしっかり測りながらやらなきゃいけないことがあってすごいお仕事だなっていうのを実感しました。でも皆さん本当に優しくて生き物を愛しててそこにとても感動しながらこう一緒にお手伝いなんかをさせていただけてとっても貴重な体験でしたし心がすごく温かくなるような体験だったなと思います。はい、ということでアニメ白い砂のアカートープはまだまだ続きます。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。岬のくくり役伊藤美久でした。